これは誰かな？もうわかったかな？生まれたばかりのアンパンマン。パン生地に命が宿って誕生した。そう、赤ちゃんアンパンマン。生まれた時から服を着ていて、体が何でできているかわからない。これは誰かな？もうわかったかな？アンパンマンだと思った人はグッドボタンを押してね。まだまだ続くよ。敵チャンネル。これは誰かな？そう、クリームパンマン。アンパンマンの顔にクリームを入れて作られた。アンパンマンほど強くない。これは誰かな？もうわかったかな？顔があんこ入りの飴でできたアンパンマン。元気はいつもの10分の1。そう、アメパンマン。これは誰かな？タンコブマン。アンパンマンの顔にできたたくさんのタンコブから生まれる。アンパンマンを助ける。これは誰かな？もうわかったかな？アンパイマン。顔があんこパイでできたアンパイマン。アンパイマンパンチが武器。これは誰かな？そう、アンマンマン。顔がアンマンでできている。言葉が中華風。これは誰かな？もうわかったかな？そう、グリーンピース三兄弟。鞘のボートで海を渡る。これは誰かな？台湾のチェーン店JSP シャンシャンフォーのキャラクター。これは誰かな？もうわかったかな？
そう、メレンゲアンパンマン。これは誰かな？もうわかったかな？そう、梅干しバーや。おむすびマンたち用の美味しい梅干しを作る元気なおばあさん。これは誰かな？もうわかったかな？そう、春巻きアンパンマン。春巻きの皮であんこを包んで揚げた顔、次々に打ち出すパリッとした春巻きアンパンチが武器。これは誰かな？もうわかったかな？そう、お月見アンパンマン。顔がお月見団子でできている。飛び跳ねてお月見パンチを繰り出す。これは誰かな？もうわかったかな？そう、栗アンパンマン。栗あんが入っているアンパンマン。栗あんパンチで悪者を倒す。これは誰かな？もうわかったかな？そう、招き猫アンパンマン号。ムーマの光線で招き猫にされてしまったアンパンマン号。これは誰かな？もうわかったかな？そう、こんにゃく小坊主。修行中のこんにゃくの子供。これは誰かな？もうわかったかな？そう、そうめんパンマン。そうめんの材料で顔が作られたアンパンマン。そうめんパンチを繰り出す。他にもたくさん絵を描いたりパズルをしたりしているよ。チャンネル登録してねー。